ご機嫌いかがですか。カタライプラザ重田舞子です。広瀬正明です。今回はいつものスタジオを飛び出しまして、豊中市内に新しく完成した施設から進行してまいります。さあ広瀬さん、はい、こちらは何というところなんでしょう。はい、こちらは豊中市立走り学校給食センターです。走り学校給食センターは市内に2カ所ある学校給食を調理する施設のうちの一つです。以前からある給食センターが老朽化したことから新たに建設し、今年の4月から運用を始めています。現在は市内21の小学校の給食をこちらで調理し、各学校に提供しています。ああ、そうなんですね。はい、またセンター内では学校給食を作る工程を見学できる通路も設けています。今回はこの走り学校給食センターの中を見学しながら番組を進めていきます。どうぞお楽しみに。いや、私も楽しみですね。はい、それでは番組を進めてまいりましょう。まずは市内で行われた出来事などをご紹介する、あの街この街のコーナーです。5月30日、蛍ヶ池西町にある大阪国際空港で空楽フェスタが開催されました。これは空港の活性化を目的に毎年この時期に開催されているもので、会場では町金くんなどによるキャラクターショーが行われたほか、琉球国祭り太鼓大阪支部による演舞が披露され、会場を盛り上げました。また大阪国際空港就航地の特産品を集めた物産展や、精巧な木製のコックピットに座って操縦を疑似体験できるコーナーなども行われました。空港の仕事を体験する航空教室や写真撮影コーナーもあり、参加した子どもたちはパイロットやキャビンアテンダントになりきって嬉しそうにポーズを決めていました。飛行機を見たり、紙飛行機を作ったり、飛行機の運転を動かしたりしました。キャビンアテンダントの服とか着て楽しかったです。空港、そうですね、普段来ることが少ないところなので、イベント開いていただけると非常に来やすくなると思います。6月6日と7日の2日間、曽根南町の豊中ローズ球場でプロ野球ウエスタンリーグの試合が行われました。対戦はオリックスバッファローズ対広島東洋カープ。試合の開始セレモニーでは、子どもたちが出場選手とハイタッチして送り出すハイタッチキッズなどが行われたほか、初日となる6日には浅利慶一郎市長が始球式のマウンドに上がりました。試合ではホームランも飛び出し、来場者はプロの迫力あるプレーに歓声を上げていました。試合の途中には町金くんがグラウンドに登場し、町金くん体操を披露しました。試合終了後、グラウンドでは小学生を対象にしたベースランニングや、プロ野球選手が指導する少年野球教室も行われ、参加した子どもたちはプロ野球選手と身近に触れ合える時間を楽しんでいました。選手との距離も近いし、ブルペンも近くて、なんかとても見やすい球場です。楽しいです。どっちが勝っても楽しいです、野球は。以上、あの街この街でした。自由施設有効活用委員会が答申書を提出しました。この答申書は、私有施設の複合化、多機能化、戦略的配置についての方針の具体的な進め方をまとめたものです。答申書では、これまでの行政組織の枠にとらわれず、施設の機能などに着目した再編を行う方法など、
持続可能性のある行財政運営と市民サービスの向上を両立するための考えが述べられています。答申書は市役所第二庁舎の市政情報コーナーや豊中市ホームページでもご覧になれます。ご覧の内容については広報豊中6月号10ページでもご確認いただけます。詳しくは施設活用課電話06-6858-2743までお問い合わせください。浸水想定場所がわかる浸水ハザードマップを発行しました。このハザードマップは従来の洪水ハザードマップに下水道のあふれや津波による浸水場所と浸水する深さを加えたものです。市役所や庁内出張所、新千里出張所などで無料配布しています。近年台風や局地的な集中豪雨が頻発しています。住んでいる地域の浸水場所や避難場所を知るとともに住まいの状況に応じた避難方法を確認してください。ご覧の内容については広報豊中6月号11ページでもご確認いただけます。詳しくは危機管理課電話06-6858-2683までお問い合わせください。上下水道事業管理者に坂口博さんが再任しました。任期満了に伴い上下水道の事業管理者に坂口博さんが5月1日に再任しました。任期は平成31年4月30日までの4年間です。ご覧の内容については広報豊中6月号11ページでもご確認いただけます。詳しくは人事課電話06-6858-2019までお問い合わせください。以上、市政ニュースでした。さて、施設内に入ってきました、はい、明るい室内ですが、そうですね、あ、ガラス張りのスペースにやってきましたよ。はい、こちらは霜処理室といいまして野菜を洗ったり野菜の皮を剥いたりするところです。たくさんの人たちが霜処理をされてるんですね。そうですね、走り学校給食センターではおよそ80人の職員が給食を作っているんですよ。80人ですか。はい、その後上処理室というところで材料を切ります。はい、茂田さん、はい、ここで、調理している人のエプロンの色変わっていることに気づきましたか。あ、先ほどの霜処理室では皆さん水色でしたけど、はい、こちらでは黄色に変わってますね。そうなんです、霜処理室から上処理室に移動する際はエプロンや作業する服などを必ず変えて雑菌の入り込みを防ぐようにしているんです。はあ、より安全な給食提供するために細かいところまで工夫されているんですね。そうですね、上処理を終えましていよいよ調理となります。あ、調理室の様子も見学できるんですね。そうなんです、大きな鍋がもうどんどんどんとたくさんありますね。はい、この一つの鍋でおよそ1000人分の調理ができるんです。1000人分ですか。はい、すべての鍋が稼働すると一度に1万3500人分の調理が可能なんですよ。1万3500人分でもなかなか想像できない、すごい量ですね。はい、へー、もちろんこちらでも食の安全には細心の注意を払っていて調理中にはこまめに温度を測り火がきちんと通っているかを確認しています。いや、これだけ大きいとやっぱりそういった管理も大変ですよね。そうですね、いや、それぞれの工程の中でいろいろと細心の注意を払いながら給食って作られるんですね。そうですね、あ、ここにも大きな鍋がありますね。そうなんです、調理室で使われている鍋と同じ大きさの鍋を置いていて、はい、見学する人に調理を体験してもらおうというスペースです。あ、同じ大きさですか。そうですね、こうやって間近で見るとやっぱり大きいですね。そうですね、相当大きいですね、ぜひ一度やってみてください。あ、体験できるんですね、はい、これ。あ、これしゃもじ、これも同じですか。そうですね、大きさ同じですね、私の顔ぐらいまで長さありますけど、はい、重みもこれだけでも結構ありますよ。じゃあこれ混ぜるんですね。はい、いやいや、いや、これしゃもじだけでもまず重みあるんで中にちょっとでも具が
入ると相当抵抗感が、ね、はい、中身はペットボトルの蓋で代用していますけれども相当大変だったと思います。いやー、これは実際たくさん具が入ってるわけですからね、はい、給食作るのって体力いるし大変です ね、 そ う、 ですね。うわ、今実感しました、はい、広瀬さん、こちらは、はい、はい、こちらではエアシャワーを体験できます、はい、処理室や調理室に入る前に調理服や体についているホコリを落とす機械です。あ、なるほど。ちょっと入ってみてください。あ、いいですか、はい、じゃちょっと行ってきますよ。こっちですね、入り口。はい、いや、これはすごいこれはすごいですね、はい、もう一気にふわーっと風が来ましたね、はい、この強い風におよそ10秒ほど当たるそうですよ。10秒ほどですか、はい、いや、もう本当に衣服についた細かい塵も逃しませんというくらいの、はい、衛生面バッチリですね。本当ですね、はい、こうやって全部払い落とした後に調理に入っていくわけですね。そうですね、はい、いや、こうやって実際に体験できるのっていいですね。そうですね、なかなかできないと思いますね、はい、さあ、それでは特集へと参りましょう。今回の特集は街歩きをお送りします。はい、街歩きは豊中市を41の小学校区に分けて各校区の街の魅力を映像で紹介していこうというものです。はい、今回は東泉ヶ丘にあります東泉ヶ丘小学校の校区をご紹介します。今回も町金くんが街を案内してくれているんですよね。そうです。それでは VTR をどうぞ。はい、町金くんです。この街歩きでは小学校区の街の魅力を僕が紹介していくよ。今回はここ東泉ヶ丘小学校の校区を歩くわに。東泉ヶ丘小学校の校区は豊中市東部にあるご覧の地域です。それでは街歩き東泉ヶ丘小学校区編スタート。今回も元気いっぱいの町金くん、まずは校区の南側、東泉ヶ丘、西泉ヶ丘を歩きますよ。今僕は東泉ヶ丘小学校の南を歩いているわに。まず僕が紹介するのはこちら、北消防署東泉ヶ丘出張所。ここに今年の4月から新しく設けられた施設があるんだ。それがこちら、豊中市池田市消防司令センター。大きなモニターがあって豊中市と池田市の消防士さんが一緒にお仕事をしているよ。詳しいことを消防司令センターの人に聞いてみよう。こちらではどういったことをしているんですか？平成27年4月から豊中市池田市野瀬町からの火災や救急救助などすべての119番通報をこちらの消防司令センターで受け付けています。消防司令センターでは119番通報を受け付けると道路の状況などからいち早く災害現場や救急現場に到着できる車両をコンピューターが瞬時に判断し、最寄りの消防署や移動中の消防車や救急車に出動指令をかけます。また情報収集や災害現場活動の支援、関係機関への連絡、市民への情報提供などを行っています。2つの市の消防司令業務をすることでどんないいところがあるんですか？119番通報の受信や消防車、救急車などへの出動指令、無線統制などの業務すべてを消防司令センターで集約することで業務の効率化が図れたことにより費用の節減が図られ、より高度なシステムの導入が可能になりました。また各市の災害情報が情報共有できますので、同時発生の火災や大規模災害などに対して迅速な総合応援体制が確保できます。へー、そうなんだ。今回新たに高所監視カメラを導入しまして、豊中市池田市管内の災害状況を瞬時に把握できるようになりましたので、
消防車などが現場到着するまでに出場隊へ追加の情報が無線で伝達できます。また外国人からの通報にも対応したシステムや音声によるコミュニケーションが難しい障害のある人でも携帯電話のインターネット機能を使って緊急時に119番通報ができるシステム Web119 を導入しました。いろんな状況に対応することで円滑に、そして迅速、的確に指令できるようにしているんだね。高橋さん、教えていただきありがとうございました。西泉ヶ丘3丁目にやってきたワニ。次に僕が紹介するのはこちら、西泉ヶ丘3丁目第一公園。かつて竹林や農地が広がっていたこの場所を平成11年から5年以上をかけて住宅地として整備した時に作られた公園だよ。子供たちが楽しそうに遊んでいるね。僕もみんなと一緒にブランコで遊んだワニ。みんな一緒に遊んでくれてありがとね。マチカネくん写真館、この時間は僕マチカネくんが街で見つけたびっくりよはてなな風景を紹介するワニ。今回はこちらの写真、じゃじゃーん。特徴的な形をしたこちらのオブジェ、これは北消防署東泉ヶ丘出張所の玄関前にある低い鳥の像だよ。どうしてこの像が設置されたかというと、パプアニューギニアやオーストラリアの森林などに生息する低い鳥が走るのが速くて火を食うというその名前が消防局のイメージに合うことから設置されたんだ。勇敢で迅速な消防活動を行う豊中市の消防局にぴったりだね。以上、まちかねくん写真館でした。街歩き東泉ヶ丘小学校区編、まちかねくんはこれまで校区の南側を歩いてきましたが、ここからは校区の北側、新千里南町3丁目を歩きますよ。今僕は新千里南町3丁目の遊歩道を歩いているワニ。ここは緑が多くて気持ちいいな。この緑の地帯は千里緑地で、竹林と桜などの木々が広がっているよ。あ、南岡小学校区編で紹介したタケノコ取るなの看板がここにもあるワニ。みんなはこんなことしちゃダメだよ。ワニ、ワニ、ワーニ。あ、ここで作業している人がいるよ。何をしているんだろう。今何をしているんですか。豊中市の自治協定に基づきましてね、竹の間伐をしています。どうして間伐が必要なんですか。我々の天竺川、ホタルの会ってね、天竺川の底を流れている天竺川にホタルを飛ばそうというあれなんですけども、その天竺川の川の水を浄化するためにね、竹の炭をね、必要なんです。でそういうことで、まあ、一応ここで間伐して、それを炭にして川へ埋めて、それでホタルの環境を作ろうと、そういうこうつながりがあるんですけどもね。へえ、そうなんだ。どんな活動をしているんですか。一つは、まあ、竹林の清掃、それと川の掃除、それから川の水の浄化、そういうような活動もやってます。川の掃除の様子を見学したワニ。あれ、川のそばに細い水路があるよ。今年からですね、この新しい側溝をね、側溝にこの下の川の水を吸い上げてですね、汲み上げて、そこへ水を流して、でここで実際にね、貝を放して、ここで幼虫を養殖しようと。うまくいったら来年のその5月か6月の初旬にここからホタルが出るという、そういう計画なんですけどね。来年が楽しみですね。なんとかね、やっぱり自然に発生してね、毎年そのままホタルが出るという状況になんとか持っていきたいと思ったんですけども。これからも多くのホタルが見られるといいね。天竺川ホタルの会の皆さん、これからも頑張ってください。今僕は校区の東の端を通る新御堂筋を歩いているワニ。ここに茶色い街灯があるよ。上の方には
には太陽光発電パネルがあって、柱には災害時用と記されているね。この街灯は新御堂筋と並行している北大阪急行が大きな地震などで運休した時などに、この道を徒歩で安全に歩けるよう設置したものなんだよ。毎年9月には大規模停電時を想定した歩行訓練が地域の自治組織によって行われていて、いざという時に備えているんだよ。今僕は新千里南町3丁目にある南岡保育園の近くを歩いているわに。次に僕が紹介するのはこちら、椿公園。この辺りでは一番広い公園で、広いグラウンドがあるよ。ここでは地域子育て支援センターの催しや、こちらの自治会が主催する春祭りなど、地域の人たちが交流できるイベントが開かれているよ。今僕は東泉ヶ丘小学校の北にある坂道を歩いているわに。次に僕が紹介するのはこちら、永寿園豊中。平成25年に建てられた養護老人ホームだよ。ここの屋上には何があると思う？実は畑になっているわに。ナスビやトマトなどの野菜が育てられているよ。地域の保育園児を呼んで芋掘りをしたり、ここで採れた野菜などを施設の利用者の人に振る舞ったりしてるんだって。施設にこんな大きな家庭菜園ができるなんてすごいな。ということで、東泉ヶ丘小学校の校区の見どころ僕が案内したけど、どうでしたか？町には歩いてみなきゃわからない魅力がたくさんあるよね。これからも小学校区の町の魅力をどんどん紹介していくね。それじゃあまたね。遊歩道なんかも緑がすごく豊かで、整った閑静な街並みだなと思ったんですけども、はい、あの中でも4月から豊中市、池田市消防指令センターが新しくできて、綺麗な施設ですけど、監視カメラが、ね、はい、がっちりついていたり、外国人や、障害のある人にも対応していたりと、すごく心強い施設にさらになってますね。そうですね、豊中市役所の屋上についてます高所監視カメラは24時間市内を監視して災害現場の状況を把握できるようになっているそうです。心強いですね、はい、そしてあの天竺川ホタルの会の皆さんの活動、ああいった活動を見るといつも本当に頭が下がるなと。そうですね、はい、あの今年は側溝を掃除されて、新しく、まあ、自然発生的にホタルが生まれるように活動されています。あ、もうこれから綺麗なホタルがチラチラチラと見れるようになったら ね、 そうですね、本当にいいですよね、はい、次回の街歩きは北城町にあります北城小学校を紹介します。どうぞお楽しみに。続いては豊中市からのお知らせです。まちづくりセミナーを開催します。日時は7月13日月曜日午後6時30分から8時30分まで。会場は北桜塚の暮らし館です。生活系から考えるまちづくり、身近な日常の景観を守り育てるための手法を学ぶと題して、大阪市立大学大学院准教授の金光一さんにお話しいただきます。手話通訳もあります。定員は50人。申し込みは7月10日金曜日までに、都市計画課電話06-6858-2197、または住所、名前、電話番号をご記入の上、ファックス06-6854-9534へお送りください。ホームページからもお申し込みできます。なお、保育を希望される人は7月6日月曜日までにお申し込みください。皆さんのご参加お待ちしています。
世界の楽器と音楽を開催します。日時は7月18日土曜日午後2時から4時まで。会場は名神口の大阪音楽大学音楽博物館です。集合解散は阪急岡町駅前から往復マイクロバスをご利用いただくか現地集合となります。大阪音楽大学音楽博物館の学芸員を講師に世界の楽器の歴史や魅力を紹介します。対象は中学生以上20人、ガイドツアー料として1人520円必要です。申し込みは往復はがきに口座名、住所、名前、電話番号、参加希望人数と送迎希望または現地集合希望を記入の上、郵便番号 561-0884 岡町北 1-4-1 の伝統芸能館へお送りください。7月6日月曜日必着で定員を超えた場合は抽選があります。はがきによる申し込みが定員に満たない場合は7月7日午前9時から電話で受け付けます。お問い合わせは伝統芸能館電話06-6850-1313へお願いします。皆さんのご参加お待ちしています。豊中市薬剤師会講演会、今回のテーマは認知症と薬についてです。日時は7月23日木曜日午前10時30分から正午まで。会場は上野坂の医療保健センターです。講師は豊中市薬剤師会副会長の井上義弘さんです。定員は先着50人、申し込みは7月1日水曜日から22日水曜日まで。豊中市薬剤師会事務局電話06-6848-0563へお願いします。電話は土曜日曜祝日を除く午前10時から午後5時までにおかけください。皆様のご参加をお待ちしています。今回の語らいプラザは走り学校給食センターからお届けしてまいりました。いや、給食を作る様子を見ることができて、はい、またちょっとした体験もできましたし、すごく勉強になりました。そうですね、見学では給食が終わって帰ってきた食器などを洗浄するところも見ることができます。給食終了後の様子も見れるんですね。そうなんです。また調理の際に出た調理くずや残った給食は原田中にあります緑と食品のリサイクルプラザに運ばれて堆肥トヨッピーに姿を変えます。美味しくて栄養バランスの取れた給食ができるまでと、また残った食べ物がどのように生まれ変わっていくのか直接見ることができるというのは、もうこれ食育という観点からも素晴らしい機会ですね。そうですね。なおこちらでの見学は主に小学校単位で可能となっています。一般での見学はできませんのでご了承ください。詳しくは走り学校給食センター 06-6152-9501 までお願いします。ここで豊中市からのお知らせです。日本年金機構の個人情報流出問題で年金機構の職員を名乗る不審な電話が発生しています。日本年金機構では情報が流出した人に対し文書を郵送して通知する方針です。日本年金機構や豊中市から直接電話やメールでお知らせすることはありませんのでご注意ください。番組では皆様からのご意見ご感想などもお待ちしております。豊中市役所広報広聴課電話 06-6858-2028 までどしどしお寄せください。次回は7月1日から新しい内容でお送りします。では私たちはこの辺で失礼いたします。さよなら。さよなら。